はいどうもこんにちは、ふうかです。今回は海賊 VS CP9 ということで、やっていきたいと思います。いよいよ CP9 戦ですね。はい、まあ前回はドアドアのみの能力で終わったんですけど、まあ今回はあの虎みたいなやつ、クマか、クマ、あれ虎、まあ、あ、そうだ、ロッチだ、ロッチ。いやー、あいつくんでもかっこいいんだよな、敵でも。敵ながらも、ほんとかっこいい感じがする。はい、じゃあ今回ルフィでいきたいと思います。ちょっと、余裕を見て、27レベルくらい。はい、じゃあいきたいと思います。なんだろう。この先の海に、またこんなに強いやつが現れるんなら、俺はもっと。なんかいつの間にかズボンが黒くなってるよ、ルフィくん。ではブルーノ、ブルーノって名前だったね。そういや、力いっぱい戦う方法を考えた。誰も失わねえように、来た、誰も遠くへ行かねえように。お前はもう俺についてこれねえぞ。お、何、俺の技はみんな一段階進化する。来た、いや、かっこいい。ゴムのジェットピストル、いいね、かっこいいね。やっぱギアセカンド、ゴムのでっかい、なんだジェットバズーカー。おお、ほんとに頑丈なやつだな。ほんじゃもっと面白いもん見せてやるよ、見てろ。お、ああもう、ああ耐えれなかったか、やっぱり。帰って。お、感動のシーンですね。死にたいのよ。このタコ海賊団、お前らが生きがったところで結局何も変わらねえと思い知れ。CP9 の強さしかり、正義の門の重みしかり、何より今の俺にはバスターコールをかける権限がある。やめなさい、それを押せば何が起こるか分かってるの。ああ、生意気な口を聞くじゃねえか。20年前小原の考古学者たちがポーネグリフの研究を進めていることを察知した世界政府は CP9 を派遣した。当時の CP9 は考古学者たちを捕らえただけでは満足せず、愚かにもバスターコールを発動した。結果、考古学とは無関係の人々まで巻き込んで、島の存在そのものが跡形もなく消し飛んだ。私から全てを奪い、大勢の人たちの人生を狂わせたたった一度の攻撃がバスターコール。その攻撃がやっと出会えた気を許せる仲間たちに向けられた。私があなたたちと一緒にいたいと望めば望むほど、私の運命があなたたちに牙を向く。私の敵は世界とその闇だから。あのバッジを見ろ、海賊ども。あのマークは4つの海とグランドラインにある170国以上の加盟国の結束を示すもの。これが世界だ。盾つくにはお前らがどれほどちっぽけな存在だか分かったか。ロビンの敵はよく分かった、狙撃キング。ん？あの旗、打ち抜け。了解。まさか。必殺、ファイアバードスター。やりやがった。海賊たちが世界政府に宣戦布告しやがった。正気か貴様ら、全世界を敵に回して生きてられると思うなよ。望むところだ。
ロビン、まだお前の口から聞いてねえ。行きたいと言え。ロビン、ロビン。望んではいけないことだと思ってた。誰もそれは許してはくれなかった。もし本当に少しだけ望みを言っていいのだ、私は行きたい。私も一緒に海へ連れてって。行くぞ、必ず助ける。はい、感動のシーンいかがでしたでしょうか。ちょっとね、ロビンのねセリフがちょっとわざとっぽかったかな。やっぱ再収録っていうか再録音されたと思うので、まあやっぱ難しいですよね。何語ってんだ俺はって話なんですけど。いやでもルフィはこの黒いズボンが一番好きだな、かっこいいし。いやギアセカンドもう使えんのかな、使いたいんだけども。オッケー。狙撃キング、狙撃キングってさ、まあもう今言っちゃうけど、どうやってバレたんだろうね。なんかそこら辺ちょっと覚えてなかったね。狙撃キングがまああんま言いたくないんですけど、ウソップってバレたのはいつだったっけ。これはこの戦いが終わってもうすぐかな。うん、まああんま言わないよ。こう2箇所か。じゃあ任せました、ここは。じゃあこの2つを、制圧したいと思います。あ、そう、マップ見たらあれだね、なんか繋がってないね。だからこれ橋を下ろしてあっちまで繋げということですかね。そんな感じかな。 OK、 じゃあ制圧しましょう、早く。よいしょ、オッケー。ゾロが無難だな。ルッチが出てきたんだけどダメだな。後ろか、後ろから来てるぞ。うん、ルッチ、これどうやって、ロッチや、えどっちやけ。各来た。じゃああいつらを倒すしかねえ。はい、すまない、助かった。やっぱり俺には命がありゃいい。誰にでもできることとできねえことが最悪の事態に。そうだね、お前にできねえことは俺がやる。よく考えろ、お前がいればロビンちゃんは必ず救えるんだ。バレバレだわ。そうか、分かった、分かったぞ。おお、こんな掛け合いがあったとはね、思わなかったな。よし、じゃあ角を倒して、角とこれもう一人誰かな、ドアドアブルーのかな。オッケー、角もぼちぼち強かったイメージがあるんだよな結構。よいしょ、お前じゃねえ、お前じゃねえ、ほらライフル。よいしょ、うお、ちょっと待って、そうだね、6刀流も倒したからね。あー、なかなかうざいな。遠距離もできるからやばい、やばい。あー、ガムガムのライフル。OK、 覚悟。あ、シャレじゃないですよ別に。よし、じゃあもう一人倒しに行きましょう。だ、普通のリーダーだったかな。やっぱ CP9 は全員出てないですね。歌舞伎のやつとあと女の人がいて、誰だったかなあれ、狼の人がいた。あ、そうそうそう、ジャブラ、ジャブラ覚えてるよ。いたぶる趣味はねえから。
ほらジャブラー、ジャブラーはちょっと和むイメージがあるな。ほら飲むのライフル、よよいしょ。よいしょ。よっしゃ、オッケー。ジャブラ倒したんで、じゃあ次はロッチかな。ルッチだ書いてありますね。はい、すいません、ルッチです。海賊が来ちまうじゃねえか。その電電虫、バスターコール用の。バスターコール、やばいね。やべえじゃんじゃあバスターコールがかけられる前に蹴りをつけないとね。あとのやつ、ロビンはどこだ。この扉の向こうだ。通すわけにはいかんと、それくらい言わせろ。おお、かっこいいな声も。つえ、つえ、ルッチつえな、生身でも強えな十分。どけよ、扉の奥にロビンがいるんだろう。いるだけだ、会えやしない。もうかっけー、セリフがかっこいい。おっしゃ、ルチ右使わなくても普通に強いんだよなこいつ。やばい、くっそ、なかなかしつこいぞ。海賊どもにここまで踏み込まれるとは、ルチがいて助かった。やばい、生きてるだけで犯罪女生きてるだけ犯罪女だよ、ひどいやつだな本当。ルチくらえ、おお、ライフル。オッケー、トレジャーイベント、エロい、拘束されてるロビンちゃんエロいな。生きてるだけで犯罪女は言い過ぎですよ。石橋に食らいついてやがる。上際の悪い女だ、いまいましい。違う、こんなにも怖く感じる。ここは動かない。みんなが必ず。なるほどね、よいしょ。ん、やべえ、巨大化やめろ。くそ、たとえこの島の形が滅んでも、あの女は俺が血の果てまで追って消し去る。神の正義の名のもとに。かっこいいな。ロビンを逃がすために俺たちは来たんだ。まあ普通に考えればルッチの方が正しいとも言えなくもないんだけど、長官がね、その長官がダメなんだよな。よいしょ、よっけー、よっけー。お前何やってんだよ。あ、ここでソゲキングはもう来てたのか。あー、ルフィだけ気づいてなかったんだね。お前が死にそうな顔するんだよ。仲間のことは心配するな、一人残らず同じ地獄へ。かっこいい、セリフがいちいちかっこいいな本当。お前に希望などねえんだ。歩け。じゃあ行きましょうか、ラストスパートで。やばい、六
識のすべてを極限まで高めた者の最強の大義。クラオネ6式か、そうだ、6式か、6式っていうんだね、あれ6式があるからさ、お、いいね、なんか初めて見た6式があるから悪魔の実の能力はいらないよね。よし、来た。その時にはすでに、早すぎて見えてないんだよね。手がないおお、まあ早すぎて見えてないんでね、腕がないとか言っちゃダメです。元も子もないですはい、これでいいんだ。一緒に帰るぞ、ロビン。おお。ロビンは俺に任せろ。あ、やばい。続いてた。ん、もうルッチ倒したから終わりでいいはずなんですけど。まだいるか。何がいいんだ。まさかスファンダムとか、ありゃお前一人か。何それ。みんなありがとう。終わった。まだ終わってねえぞ。警備が弱い。回廊石でもつけられてたのかな。軍艦の艦隊だ。マスターコール発動。標的海賊麦わらの一味とその協力者。現状把握不要。四方の島エニエスロビー、そのすべてを破壊せよ。怖い怖い。震えが。これが怖え。やべえ。バスターゴーグルかけんのになんでこんなにみんな集まってんの。危ないよみんなも。やばいよみんな逃げないと。この声一体。やばいよやばいよ。ここにいてもやられるだけだ。とにかく声のする方へ向け。やばい。あー、なんかマップのあれ右左上なんか出てんね。やばい。オッケー、どうだ。やばい、青騎士。恐ろしいやつだな本当。あ、みんなが行くまでか、そこに。オッケーオッケー、みんな来い。よし、オッケーだろこれで。勝利、イエーイ。今回は珍しくラスボスっていうか敵を倒して終わりではなかったですね。はい、じゃあエンディングです。誰なんだよこの声。なんだこりゃ。下を見ろって。海へ飛べ。海へ。ロビン、ロビンを海へ落とせるか。任せて。海へ。とんでもねえ奴らだ。世界政府相手に本当に何もかも奪い返してきやがった。うわっ、おい、なんだ、どうしたんだ急に。メリーはもう二度と走れねえと断定されてた船だ。忘れたわけじゃねえだろう。
メリーがやべえよ、なんとかしてくれ。ずっと一緒に旅してきた仲間なんだよ。さっきもこいつに救われたばっかりだ。だったらもう眠らせてやれ。俺は今奇跡を見てる。もう限界なんか遠に超えてる。船の奇跡を長年船大工をやってるが、俺はこんなにすごい海賊船を見たことがない。見事な生き様だった。分かった。じゃあいいか、みんな。メリー、海底は暗くて寂しいからな。俺たちが見届ける。ウソップはいなくてよかったかもな。あいつがこんなの耐えられるわけがねえ。どう思う？そんなことないさ。決別の時は来る。男の別れだ。涙の一つもあってはいけない。彼にも覚悟はできてる。長い間俺たちを乗せてくれてありがとう、メリー号。あげたかった。ごめんね。ずっと一緒に冒険したかった。だけど僕は。ごめんつうなら俺たちの方だぞ、メリー。俺家事下手だからよ。お前を氷山にぶつけたりよ。本も破ったことあるしよ。ゾロもサンジもアホだからいろんなもん壊すしよ。そのたんびウソップが直すんだけど下手くそでよ。ごめんつうなら。だけど僕は幸せだった。今まで大切にしてくれてどうもありがとう。僕は本当に幸せだった。